絶好調ですか？解決さえチャンネル、広田紗友子です。今日は愛媛県新居浜市というところの桑原運輸さんという会社の桑原専務に来ていただきました。はい、今日はわざわざこのためだけに東京に来ていただいてます。では桑原専務、自己紹介をどうぞ。はい、広田さん、ご紹介ありがとうございます。愛媛県新居浜市にございます桑原運輸株式会社の専務をしております桑原達也と申します。どうぞ今日はよろしくお願いします。お願いします。ちなみに、広田チルドレンで活躍してる人、はい、どんな人知りたい？ですね、僕が今一番、ちょっとこれ言っちゃうと本人に伝わっちゃうと恥ずかしいんですけど、やっぱ今私の、後になってもらいたいなっていう、採用もやってもらってる、人事もやってもらってる若い男性、課長をやってる男がいるんですけど、彼にはすごく期待をしてますし、期待というかもう超えちゃってほしいなっていう。おー、期待をね、はい、なんならもう僕なんかは蹴散らしてほしいというか。すごい。ちなみにその人は転職理由は何だったの？転職はもともとマネージャー採用を出してた時に、総務系というか管理部門系の、でもちょっと年齢的にマネージャーっていうとちょっとこう、ちょっと自分大丈夫かなっていう、ね、ちょっとそこまでじゃないですみたいなね。そうです、謙虚だったね。でもそこでちゃんと見ていただいて、転職をしたかったみたいで、違う会社に転職されたんです、でその後にちょっとマネージャーじゃなくて、もうちょっとリーダークラス、ちょっとマネージャーだとちょっとこう我々もうまく噛み合わないところもありそうだということで、リーダーもう少し下の層、出したね、2回目そう、リーダー層出した、あそこの丸いカウンターで写真撮ったやつね。あ、そうです、そうです、うん、そしたら彼が応募をするというよりかは、そこに載せてた私の携帯番号に直電してきたんです。これってどういう採用なんですか？マジで。その時に私お昼食べてる途中だったんですけど、注文をしたんですけど、彼との話が1時間ぐらいあって、マジで、はい、お昼食べずにずっとこうすごい電話するみたいな。すごいね、はい、でしかもそのお昼ランチ私一人じゃなくてもう一人ウケる待たした状態で、すごいね、優先順位そこだったってことだ。そうなんですよ、素敵、はい、ないがしろにしたわけじゃないですけど、優先順位がそこだ、はい、素敵素敵。ですぐ彼の仕事が終わる、あと、いつでも時間空けるから、お話聞きましょうということで、すぐ会社に来てくれて、その日ではないんですけど、その本当もう2日3日後ぐらいに、できて、その日もずっと夜まで会話コミュニケーションを取って、で、社員もね、なんか専務応接に入っていったけど帰ってこないけど、帰っていいのかなみたいな、何者かも誰にも伝えずに。そうなるほどね、はい、あ、そっか、長いんだ、もうみんな社員がいなくなる時間。そうですまあね、仕事退勤されてから来てるので、ね、そっか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 、はい、7時ぐらいから来て10時とかになっちゃってるってことね、はい。でももう彼はその人事採用の経験がしっかりある方で、で入社してきて先にそうやって濃密なコミュニケーションを取ってるので、なるほどね、もう人となりは分かってる、分かってます、分かってますし、我々もその桑原院がどういう会社でどういうことに悩んでて、どういうことに一緒に力を貸してほしいって、結構密にコミュニケーションを取れたっていうのがあって、入ったなりすぐこの活躍しだすんですよ。なるほど、はい、ここがポイントっていうのがその一緒なんで、僕が言ってることと、なるほどね、会社の、その彼が見たなりが、ね、一致してるんだ、一致してる、合致してるって分かってくれたので、やばい、すごい、もうすぐもう僕としてるすごいね、はい、動いてくれたって、本当にスタートはいいスタートを切ってもらって、でもそこからやっぱりこうどんどんいろんな壁にぶち当たって、あったんだ、はい、ありますが、やっぱこう新参者で、いきなり人事でってなると、やっぱ反発もあったりとか、なかなかこう信用してもらえなかった、でもそれをちゃんと一つずつ乗り越えて結果を出したり、自分をさらけ出したりとか、そういうふうな形を取りながら、で今や本当に僕の右腕とか左腕なのか右足なのか分かんないですけど、すごいね、でももう本当にそういうレベルじゃなくて乗り越えていって、すごい、もらいたいなと思ってます。はい、すごいね、趣味もね一緒でゴルフなんです。あ、そうなんだ、はい、一緒にラウンドとか行くんですか？そう、いいじゃん、ライバルなんです、はい、もう仕事は仲間ですけど、もうゴルフはライバルなんで、ウケる、やってそう、そういうこと言ってそう、はい、ボコボコにしてやろうと思ってで、ボコボコにされちゃってるんでしょそう、されちゃう時もあって、もうって思います。なるほどね、はい、
なるほど。でも彼はちょっとね微妙な立場ですからね、うん、やっぱ上司をやっつけていいのかなみたいな。あ、まあいいんじゃない。そう、でもそれは一回そのねちゃんと話し合って、うん、もうゴルフはゴルフだから、そうだよ、もう真剣勝負やって。いや絶対そうだよ、ね。でも冷静に考えたら、うん、プライベートの遊びのゴルフで何こんな、ね、熱くなってんのみたいな。まあそれぐらいこうね、まあ、楽しい、あの楽しく、うん、あの講師ともにやらさせてもらってます、うん、なるほどね、はい、素晴らしいね、負けんぞ素晴らしいね、はい。まあ、仕事ではもうどんどん活躍して、はい、もうけちらかしてって思ってたね。そうですね、もっと自信を持ってもらうというと。何歳だっけその人。35。うーん、じゃあ32、3ぐらい入社してきたってこと。そうです、まだ3年、ちょうど3年になる。いやでも早いね、もう3年経つんだね、すごいね、はい、そう思うと、はい、すごい。私よりも彼が一番早いと思ってると思います。なるほどね、はい、もうあの目まぐるしい。いいじゃんいいじゃん、はい、でもやりがいなんじゃない。どうなんでしょうね。いやでも目は生きてます、ね、目は、まあ、目が生きてたら大丈夫ですよ、はい、目に出ますから。そうですね、はい、死んだ目とかいますからあと目が合わなくなったりする、なんか、はい、あってなったりとかするね。そうですね、そう目合ってたら大丈夫、うん、あちょっと今から合わし始めますね目合わなくなるとね、はい、ちょっとやっぱり、ね、やましいこと考えてるからやめちゃったりとかあるかな。なるほど、それを常に意識して、うん、なんかね、まあ大丈夫だと思うけど、はい、僕は大丈夫かもしれないですけど、うん、あれ合わないなってなるとちょっと危険信号ですね、うん、そうそうそう、すごい嫌われてるいやでも専務のこと嫌いって人いないんじゃない、はい、これはちょっとアンケートが必要ですねアンケート必要かな。あの無記名のこのボタンを押すやつでみんな目しててねいや面白いんだあれやってみたいんです、ね、あなんか本調子出てきましたね。いい感じいい感じ、はい、いつもこんな感じですよね。すいません、はい、ちなみに私と出会って、はい、その採用に関して何か考えとか変わったこととかあります。一番大事なのは、うん、あの広田さんに教えてもらったというか気づかさせてもらったのは、うんうんうん、もうとにかくストーリーが大事っていうのは、うんうん、あの単純に1枚ものこういう紙で募集してます、うんうん、じゃなくて、うん、広田さんは必ずなんで募集しているのか、うんうん、でその僕たちはどういう人たち で、うん、でどういう人間が何を頑張ってるのか、うん、でどうなりたいのか、うん、だからその仲間に一緒に加わってほしい、うん、この起承転結なのか、うん、もうストーリーなのか、ストーリーだね、であってこれが、まあ、その記事にどんと流れますと、うん、で広田さん の、 その作っていただいた記事っていうのは、うん、例えば何ヶ月とか掲載があって、うん、でそれでも終わっちゃうじゃないですか、うん、でも僕らには残るんですよ。わかるわ、はい、だから僕らがその期間終わっても採用を頑張り続けられるというか、わかる、語れるよね。そうなんですよね、はい、これがね僕は本当に採用で一番大事かどうかっていうのはちょっと偉そうなことは言えないですけど、うん、僕らはその広田さんにストーリーを作っていただいたおかげで、うんうん、僕らでも残って頑張れる。いやすごい、はい、これはありがたい気づきです、ね、すごい採用業界の灯台です。灯台でなぜならば、はい、そこまでその終わった後の記事に対して思ってる人ってほぼいないから、はい、でも今私もちょっと改めて勉強になったんだけど、はい、それぐらいやっぱり一生懸命作ってるものじゃない、はい、で別に私が勝手に、はい、勝手にあの妄想で作ってるわけじゃなくて、うん、散々ヒアリングしてあれができてるわけだよね、うん、ということは言葉ではまとまってなかったけども、うん、脳みそにはいっぱいあった、そうですそうです、ハートにはあったものが出てきてるわけじゃない、はい、でそれを自分の中で言語化できて、うん、それを人に伝え続けるってすごい大事じゃない、はい、そうですそうです、それをやってるんだ。そうです、でしかも僕だけじゃなくて採用担当や、ね、まあ、担当者だけじゃなくてそこで受け入れてくれるその関わる人ね、そう関わる人、教育担当者とかもその記事で自分たちの良さっていうのを分かっちゃったから、まあ、分かるんですよ ね、認知できたんで、自己認知がだから堂々とこう新しい人を受け入れてくれる。え、すごいね、はい、いやこれは本当広田さんのおかげですよ。いや、はい、違いますよ、これは専務のセンスですよ。いやいやいや、いやすごいね。じゃあそうしましょう、うん、いやこれでも私、はい、関わるお客様にこれをちゃんと、はい、教えたい。そう思わない？この記事はそういう意味で作ってるんで、はい、みんながこれが本当自分のものだったと言語化できるし、うんうんうん、人に伝えられるよって言えるよね、はい、いやそうですね。でもそこをなんかちゃんと作れるっていうのは、うん、やっぱ僕はそのやっぱプロだなっていう。そうね、はい、これはねやっぱ太刀打ちできないと思いますかそうだね、はい、だからやっぱ広田さんがずっとこの位置にいるんだなっていうのもよくよく分かりますし、うん、確かに、うん、
でも僕らはそこにいただいたんで、うんうんうん、ちゃんとそれは使い切りたいなというか、うん、素晴らしいね、はい、ありがとうございます。最近あれでしょ、 TikTok とかもやってるんでしょ。ちょこっとやってますけど、うん、お休み最近あの TikTok というかですね、うん、一番力を入れてるのが、うんうん、社員だけに見せる、うんうん、インナーブランディング、インナーブランディング、うん、はい、インナーコミュニケーション、インナーブランディングっていうものに力を入れてて、うんうん、社内法を作ったりですね、うん、あとは社内動画、うん、私が、まあ、本当こんな感じで、うん、社員に出てもらって、うん、インタビューするの、そう僕が知らない桑原運輸の良さを教えてとか、うん、なるほどね、あとはちょっとこう実は言いづらいことを、うん、もう思い切って言ってみてとか、うん、なんかそういうのでワイワイガヤガヤ、うん、あの月2本ずつぐらい、そんなやってるんだ、はい、あの公開して、うん、でも残念ながら、うん、もう社員限定なので、うん、はい、もうちゃんとどこのどの媒体で、うん、どのそのブラウザでとか、うんうん、どこでとかそういうのもちゃんとこう制限をかけて、なるほどね、なるほどね、はい、でも漏れないようにね、はい、でも内容を見てると、うん、出しちゃってもいいんじゃないかなっていうようなあの内容なので、うん、まあ、再チェックしてチャンスがあれば、うん、その切り抜きみたいな感じで出したいなと思うんですけど、うんうん、まあ、みんなどう思ってるんでしょうね。また変なことやりだしたなと思ってるのかもしれないですけど、うん、それきっかけは何でやろうと思ったんですか。もともと俺は社内 YouTuber になるとかって言ってたの、言ってたんですよ。で一番もやっぱりその社内のコミュニケーションの中で、うんうんうん、従業員の方々が受信の仕方とか、うんうん、僕はゆっくりじっくり紙を見て、うん、文字を追ってインプットしたいんだっていう人もいれば、うん、いや俺もう漫画が好きだから、うん、絵が好きだから、うん、もう漫画でやってくれたら読みやすいんだけどとか、ね、いやもう俺はもうスマホで見たいから、うん、パパッとデジタル、アナログ、また動画、アニメ、うんうん、いろんなものをみんなそれぞれ受信する方法って、うん、得意な受信の仕方がバラバラなので、うん、じゃあそういうツールを一個作ろうっていうことで始めてみた、うん、なるほどね、はい、で結構みんな見てくれてるの。あ、結構見てくれますね。でもまあテレビ視聴率で言うと ものすごく高いんですけど、うん、まあ、当然社員全員が見れるってわけではないので、うん、まあそういうものをこう一つツールとしてあって、うん、で同じ内容のものをまた今度紙でも出してとか、うん、やるんだ。そう、漫画とか。そう、そうですね。そう、まあ、漫画まではねちょっとできてないですけど、ちょっといただきます。やっぱそういう、こう、ね、広くその発信の仕方を広げて、うん、いろんな状態でキャッチしてもらうってことを大事にしてます。なるほどね。動画だけが大事っていうわけでもない。なるほど。まあ、いろいろなものを試している。あ、そうです、っていう感じだね。なるほどね。はい、それもやっぱり社員にちゃんと、うん、自分たちの思いを伝えたいっていうのもあるし、はい、知りたいっていうのもあるし、相思相愛になりたいっていうところから、はい、そうです、そうです、うん、一番はやっぱりみんなとこうね、広田さんとみたいにワンオンワンで膝つき合わせて話せたらいいんですけど、うんうんうん、おかげさまで、ね、広田チルドレンがたくさん増えすぎて全員とそういうこともできないので、まあ、ちょっと広くいろんな方法で、うんうん、なるほどね、まあ、まあ私だけではなく、うん、会社やみんなのこう声が、うん、雑談でいいんですけど、うん、入り混じるようなものを作りたいなっていう感じです。なるほどね、はい、いい感じですね。ありがとうございます。え、今後は専務はどんな風になっていきたいの。まず個人的なことと、そうですね、あと会社はどんな方向を目指してるんですか今。正直、うん、今を本当生きてるなっていつも思ってます。いや本当はさ、はい、それの積み重ねが素敵な未来だからね。そうですね、うん、だからあの今までこうしたいとか、うんうんうん、こうなりたいとかっていうその守りの部分はあります、うん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 、やっぱりそのやっぱり人事とか、うん、会計財務を担当してると、うん、ちょっとこの課題をなんとか克服したいなってしなきゃいけないとかですね、うん、あのいうのはあるので、ここをなんとかしたいっていうそういう近い将来のものは見ますけど、うん、一番今振り返っても必要とされることに一生懸命やることしかやってきてなかったなっていう、うんうんうん、なので自分でこれやりたいあれやりたいっていうよりかは、うん、なんか専務とか、うん、まあ、桑原さんとか、うん、あのオファーをいただいたりとか助けてとかですね、うんうん、まあ、そういうのがあったらそこに全力でウォーっていくっていうことばっかりやってたんで、うんね、うんうんうん、よく考えるとあんま考えてないなんかこうなり自分がこうなりたいとか、うん、会社をこうしたいとか、うん、っていうのはないかなと、うんうんうん、でも強いて会社、うん、桑原運輸っていうものに対してですね、うん、あの実は来年の4月で100周年を迎える会社なんですけど、すその続くっていうことは、うん、誰かがこの会社の社長でありたいとか、うん、部長でありたいとか、うん、社員でありたいって思ってくれる人がいないと続かないので、うん、
この会社で働きたいと思ってもらえる会社をとにかくどうやったら残せるのか、うん、続けられるのかはずっと考えてます、うん、なるほどね、はい、なので今100年後の、うん、クワハラ院、さらに次の100年ですね、うん、で入っていた、いただいた方とか、うん、そこで社長やってくれてる方が100年遡った時に、うん、その時働いてた人ってどういうふうな思いでクワハラ院やってたのかなとか、うん、なるほどね、そういうものがなんか伝わるようなものが残せたらいいなとは今思って、なるほど、はい、すごいね、100年先まで考えて、そうです、ただ何を残すかは全く考えてないです、はい、なるほどね、はい、まあ、でもそういう目的があるから、はい、日々何か行動するときに、はい、あ、これは未来のクワハラ院の人たちが喜ぶかなとか考えながらやるといいよ ね、 考えます、はい、ね、今の従業員とか今の関係者、うん、今のステークホルダーだけじゃなくてっていうのは、うんうん、すごいね、はい、それいいね、面白いね、あ、そうなんです、会社として、はい、だからたまに何やってんだろうって思う時、めっちゃ面白い、はい、ありますけどね、うん、なんか自分の美学の中で問いっていうのもあるんだよね、はい、あ、これ、うん、あなたの美学でどうですか、はい、丸ですか×ですかっていうのは日々やってるわけよ、うん、だからいい人でいれるんだけど、うん、それをなんか100年後の、まあね、未来のスタッフにってすごいね、はい、そうですね、だから逆に僕も100年前ですから、うん、創業者の確かに重いね、すごいね、すごいね、何を考えてたんだろうとか、その人たちの、まあ、やってることを真似することはできないですけど、思いは汲み取りたいなとかは思うんですね、やってんのかなとか、でも分かんないしいっかとか思いながら100年だよ、はい、100年です ね、 すごいね、分かんないですけどね、はい、私のお客様で、はい、それこそ大手自動車販売会社様がやっぱりそういう歴史を持っていて、うん、それ映画になってるのよ、なってるのよ、ワンチャンありますね、全然ある、本当に、本当に映画になってる、私もらったも CD、 あ、そうで、しかもちゃんと普通に、うん、あの東宝とかでやってたよ、ちょっと本当タイトルど忘れして申し訳ないんだけど、私はちゃんと読みました、おじいちゃんが初めてその〇〇というメーカーの販売代理として1代目を売った人なのよ、でそれの映画、すごいよね、すごいですね、そう、なんか結構有名な俳優出てる、映画ってなると、まあ、こう全部がこうハッピーなストーリーじゃないじゃないですか、うんうん、やっぱこう、あ、そうそうそう、すっごいいっぱいある、裏切りとかもいっぱいやってた、なるほど、裏切りいっぱいあった、はい、そこの映画にもちょっとね、フィクションも入れつつ、うん、入れちゃダメか、はい、まあ、じゃあそういうね、はい、次の100年にも続く会社を作っていきたいと、そうですね、はい、思ってるのね、頑張ります、うん、じゃあまた採用に困った時には、あ、実はもうすぐあるんだ出番、はい、出番、やった、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、じゃあ引き続きよろしくお願いします、こちらこそありがとうございました、ありがとうございました、これを先に渡しておかないと、最初5000ドル5000ドル5000ドルスタート、安定、安定、教師だから安定だね、安定だ、あー、ぽい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 、ぽい、そうね、1,2,3,4 何これ、政治家3だけは、3だけは、面白い、3だけはやめて、最高最高、6、6、もう出かける先はいつも雨男、あ、すごい雨男、うん、3、宇宙人から贈り物をもらった28,000ドル、ワイロやん、ワイロ、ワイロもらった、宇宙巻き込むやつですか、はい、私そういう人なんで、2から8、え、出るでしょ、出た、いくらですか、28,000です、おお、すごい、あ、校長だった早い、やっぱさすがだね、出世早いじゃん、いつも、いや、そうそう、いや、いや、合ってるね、てるやばくない、よ、読み、気をつけてくださいね、ひろたさん、遅っだから私、ゆっくりじゃん、ずっと同じことやってるじゃん、ゆっくり、あ、なるほど、ずっと同じことやってるじゃん、で、ここで荒稼ぎしてる、なんて書いてます、男の双子が生まれる双子、僕まだ子供一人しかいないですけど3人になっちゃった、現実3人まで行くってことですね、じゃあ外にいないですよね、外にいないです外にはいないです4,5,6,7、双子生まれちゃう、もうやっぱ双子生まれちゃう、一気に来た来た来ちゃったよ、小爆走になってきちゃった、あ、だって私アンジェリーナ・ジョリーになるって決めてるじゃん、知ってる、10人育てるの、やばなんかさらっとすごいこと言ってますけど、うん、どういうこと、いや私養護施設みたいなの自分で作ろうと思ってて、10人子供を育てたい、子供じゃないとダメですか、なんで例えば、いや僕とかゲール例えばって真剣に聞いちゃったよ今1,2,3
これはゴールですね。ゴールした人は、はい、自分の番が来るたびルーレット回し、7が出たら2守ろう。おーおー、ほぼもう終わりですね、これだと。はい、終わりました。終わりました。で、2位 で、 ですね。5万、3、4、5、ゴール、ね、ゴールしました。3万。これで何、お金誰が一番、一旦じゃあお金で、お金持ちか計算するの、価値を決めましょうか。はい、499万4000円です。え、すごい、すごい、ちょっと待って、倍以上ある。本当？でもここすごくない？ここすごいですよ。すごいっす、ね、やった。まあ、ほら、だって桑原海だもん。ほら、まだですよ。5の、やばいっすね。こういうことですよ。そういうことですか。51万。株式持ってますから。じゃあ僕の価値ですね。そうよ、圧倒的ですよ。価値です。すごいね、やっぱり、はい、面白い。解決再チャンネルでは、日本を元気にする会社の採用問題を解決するためにどんどん情報発信しています。採用にお困りのあなた、今すぐチャンネル登録して採用問題を解決してください。一緒に日本を元気にしましょう。